皆さんこんにちは。今回開封するのはこちらです。じゃん。はい、これは何かと言いますとね、ハードディスクドライブです。まあ前から外付けのハードディスクね、欲しかったわけなんですけども、それでたまたま Amazon 見たら、本来 3TB で1万2000円のものがタイムセールで1万1000円だったんですよ。1万1000円ならいいじゃないかということでね、買いました。で、さらにびっくりしたのが、お金払って翌日の朝に発送されて、その夕方に届いたんですよ。別にお急ぎ便とかそういうのやってない通常発送なのにね。アマゾンさん、半端です。まあまあというね、どうでもいい話は置いといて、開けてみましょうか。これ、ここ切りゃいいのか。おー、本体の前にまずはね、USB ケーブル。こいつはですね、USB3.0 対応なので、当然、付属するケーブルも USB3.0 です。続いて AC アダプター。で、こちらが本体です。袋から出して、はい、繰り返しになりますけども、こちらが本体です。まあそうね、ちょっと大きいんですけども、3.5 インチの USB じゃない、HDD なので、まあこんなもんでしょう。これがね、2.5 インチだったらもうちょっとコンパクトになるんでしょうけども、まあ、3.5 インチなのでね。はい、そしてね、マニアックな人は気になるであろう。中のハードディスクはどこ製なのか。これね、ここの通気口からちょっと見えてるんですけどね、多分つうかこれウエスタンデジタルだよな。うん、緑のラベルでね、 WD って書いてある気がする。ということで中身はおそらく、てか受注ハックウエスタンデジタルのグリーンです。で、ですね、今 Amazon でこのウエスタンデジタルグリーンの単品価格、 3TB の単品の価格見たら1万200円なんですよ。まあなので今回これ買ったのが1万1000円で、まあ差額が800円弱。うん、得だったかな。まあこのウエスタンデジタルのグリーンがいいのか悪いのか私はわかりません。なんかハードディスクに詳しい方いたら適当にコメント欄で教えてください。というわけで、じゃあこれ実際につないでちょっと速度見てみましょうかね。はい、では今こんな感じにですね、電源 AC アダプターつないで、で、USB も挿しました。では、もう片方の USB をパソコンに挿します。3.0 のポートに挿して、電源が入った。はい、今動いてますけども、すんごい音静かですね。振動もそんなにないし、結構静かです。で、計測ソフトで測った結果、速度はこんな感じです。シーケンシャルリードが159メガ、シーケンシャルライトが157メガ、で、下行って、まあ、こっちが重要ですかね。ランダムリードが52メガ、ランダムライトが95メガ。という感じです。はい、という感じでございました。1万1000円で USB3.0 対応のね、HDD 変えたので、私は満足です。ただ、あとはね、このハードディスクでありがちな、この初期不良、まあ、いわゆる外れ品かどうかをね、ちょっと見極めていかなくてはいけないかなというふうに思います。なので、本格運用は2ヶ月後ぐらいかな。はい、というわけで今回はこちらのですね、バッファローの音付けハードディスクの開封でございました。それでは、じゃあねー。